はい、カイデンと申します。新潟県佐渡島で、ドキュメンタリー制作しておりますということで、ちょっと今日はですね、やばい、ですね、今当日の7時35分ということで、かなり出遅れて、ポチッと回しておりますというのもですね、今日はちょっと早めに帰ってきて撮らないと今日出す分がないなということで、ね、早めに帰ってきてやろうと思ってたんですけど、で毎日ちょっと実は19時ちょうどにアップしてるんですけども、その時間をちょっと大幅に過ぎてしまってですね、回しておるという、また崖っぷちなチャンネルになっております。はい、ね、ちょっと会社で打ち合わせをしておりまして、それがちょっと長引いてしまってですね、いやーちょっとですね、この8月のお盆を過ぎてからちょっと我々なかなかちょっと多忙というか、まあありがたいことにいろいろねお仕事をいただいていて、ね、その佐渡の何個かあるこうね佐渡住学を湧くようなね、一大イベントみたいなのがこう何個かあると思うんですけど、そのうちの2つがちょっと近々にありまして、まずはアースセレブレーションっていう芸能団体の古道さんが主催なのかな、するその小木っていう地区がもうそれこそドッとこう湧くようなイベントがあってですね、その中でちょっと古道さんのラジオ配信の配信業務させていただくっていうのと、あとはその2週間後に、佐渡国際トライアスロンという、トライアスロンの大会ですね、佐渡中をこう回るような鉄人の人たちがこう日本中、ひいては、ね、海外からも来られたりしてるんですかね、集まって、でそれをね一個の映像に仕上げるっていうのと、まあ、プロモーションとかのために仕上げるっていうのと、それとそれも当日の全行程をライブ配信するっていうね、ちょっとなかなかちょっとね大変でしてね、ちょっと詰めていかないといけないな、ちょっとのほほんとしててですね、準備がちょっと別に怠けてたわけじゃないんですけど、ちょっとね準備が追いついていなくてね、ちょっと急ピッチで進めなきゃなということで、ちょっといろいろ打ち合わせして、これとこれお手合いしてこうやって、でこの日はこうやってみたいなじゃあこの日のうちにこれやらなきゃなみたいなのをちょっといろいろ話してたらこんな時間になってしまったということで、いやね、そうやってねいろいろやらせてもらって、ただその映像配信っていうのがあれですよね、要は僕そうやって映像撮影の業務をとか映像制作ですよねの業務を普段業務というかねいろいろ取り組ませてもらってるんですけど、このね配信っていうのはねもうまたね全然違うというか、同じね映像っていうそういう冠というかなんていうんですか風に呼ばれますけど、もうこれは全く違ってですねなんか例えないかな、うまい例えなんか思いつかないかな、いやもう全然違ってですね、例えばまあこうカメラを使うとかは一緒かもしれないんですけど、もうね全然違って、もう全く勝手が違うし、もうねなかなか普段そうやって配信、それ大きい配信の業務をしないもんで、ライブ配信の業務をしないもので、ね、また一から OBS っていうそういうまあいわゆるそのよくあるソフトですけど、そういうのの使い方をちょっとどうだったっけかなとかこうやったりですね、ねちょっとバタバタなんです、なので、それと近々ですね、まあ初の佐渡に移住してきてから初のなんていうんですか、当該撮影出張というのがちょっと入りまして、しかもちょっと長期間というわけじゃないですけど、何日かちょっとある地域に行って、まあ、そこの方々をちょっと撮るっていうのがちょっと初めて入りまして、それもなかなか、どうしようかなっていう、ね、こうやって拠点がない中でやらなきゃいけないので。ねえどうしようかな、なんとかなるかな、まあそんなわけで、大変だよっていう話題どうしようすいません、今日もちょっとですね話題がなかなか、あそうだ今日これで久々にちょっと久々というか
スナップをしてきてですね、お昼ご飯買いに行きがてらいつもの職場からスーパーというかね、生協への、 いつもの道なんですけど、何回その道をこれでスナップしたか分かんないんですけど、いやちょっと面白い使い方をちょっと発見というか気づきまして、まあまあ皆さんね、持ってる方はやられてるんでしょうけど、まあこれね、基本こうやってオートフォーカスでウィーって合わせて使ってる人が多いと思うんですけど、これマニュアルフォーカスが一応これにもありまして、ね、マニュアルっていうと普通カメラ、こういうね、でっかいカメラだとこういうレンズのとこにこういう回すところがあって、でこれを回すと例えばここら辺にピントが合ってたのがグーって回すと奥の方に回ってみたいな、それでこうやって回してこうやって探るみたいなマニュアルフォーカスよくあるんですけど、これはそういうのはなくてですね、ここには別にあったらいいなと思うんですけどね。こっちのなんかなんていうんですか、ダイヤル上でやらなきゃいけないんですよ。でここをくるくるくるって回すとここら辺にこうバーがあってですね、30センチからめっちゃ遠くまでみたいな、でこうバーを回すとこれがグググググググっとこう上がっていってですね、で遠くの方にピントが合ってるみたいな、で近く撮りたいときはぐるぐるぐるって回すとぐるぐるぐるって降りてきて近くの方が撮れるみたいな風になるんですけど、これなんかね、使いづらいそうじゃないですか。そう聞くと実際使いづらいんですよね、こうやって直感的にやっぱこう合わせられた方がこうやってくるくるっていいんですけどね、なんか電子的というかね、ちょっと情緒がないというかね、こうやってくるくるくるって回して使うっていうのは。でもこれがですね、なかなか面白くて、これここに今言ったように距離が出るんですね。30センチから一番遠くみたいな、無限遠っていうんですけど、もう本当に遠く、例えば月とか、月一番遠く無限遠から30センチまでっていうの、こういう距離が出るので、例えばこうパッてこう何か撮りたいのがあったってなった時に、だいたいこう3メーターくらいかなっていうのを測ってですね、自分で測るっていうのはこう目でこう見て、あこんぐらいかなって思って、そしたらこう3メーターとこう合わせてですね、でこうパシッと撮るみたいな、まあまあよくある手法というかね、そうやってやるのがなかなかちょっとこれはこれで面白いなっていう。でいいのがこのマニュアルのモードにしててもこのタッチフォーカスは効くんですよね。これがそうなんだと思って、これ意外で、マニュアルとかこう構えてて、例えば遠くというかちょっと離れたところに、まあ例えばなんか花があったとするじゃないですか。そこの花のところをこうポンってこう押すとですね、合ってくれるんですよ。しかもこっちのそのメーターのところにはその距離がパッとこう出るわけですよ、合ったところの。だからあその花まで2メーターくらいだったんだっていうのがこう分かるわけですね。なんかこれがなんか距離をつかむ練習にもなっていいなっていう。例えばここってやってピッてやったら、ああ50センチくらいだったんだこの壁までみたいなね。なんかこれがまあそれか、まあ自分でね、今さ最初に言ったようにこうやってくるくるくるって合わせてもいいですし、なんかちょっとわからないな、微妙だなと思ったらこうポッとして合わせればそれでも合うっていう。いちいちそのオートフォーカスにメニューに入っていって変えないとっていうことじゃなく使えるっていうのは、おいこれ便利だなと思って、便利というか面白いな、便利ではないですね、面白いなと思って、このね、なんかなんていうんですか、マニュアルなのかオートなのかよくわからないこの感じ、うん、でかつそのなんていうんですか、よくオートフォーカスだとこなんていうんですか、ここの、シャッターの半押しから押し込むと撮れるんですけど、オートフォーカスでどこだか合ってないとなんか押せなかったりするんですよね。まあこれよくどういうカメラでもあると思うんですけど、なんかまだ合ってないからなんか押せないみたいな、そういうことがね、マニュアルだから一切ないので、なんかね、かつタッチフォーカスができるっていう。これでね、ちょっと撮ってきたよって言って、こういう写真ですみたいな風に見せてこの語り動画初のちょっと編集を入れてみようかななんてちょっと今日思いながら昼時を過ごしてたんですけど、こんな感じで遅くなってしまったので、このね、そのマニュアルフォーカス GR っていうこの小があのコンパクトカメラのマニュアルフォーカスで遊ぶみたいなのを改めてちょっと
動画にしつつ、写真はちょっとまたその時ということにしようかなと思います。いや楽しかったなと思って、ね、本当に何回もあの通ってる道なんですけど、またなんか新しい発見があったな。やっぱそうですよね、そのなんか別にあのどっかすごいいい景色のところに行ってとか、なんかまあよく言う映えるスポットに行って撮るとか、まあもちろんそれもいいんですけど、全然ね普段の場所というか、何回も通ってる場所でも、そういうねマインドを変えたりとか道具を変えたりとかやり方変えたりしていくらでも楽しめるなって、だから写真って面白いなっていう風に思ったっていう、そんなお話です。はい、ごめんなさい、ちょっと息子をお風呂に入れないといけないので、これくらいにしておきます。はい、それだー。